はい、皆さんこんばんは。遠藤おなすチャンネルでございます。今日はですね、私が結構ツイッターとかでいつもこれ本当面白いっていう風にね、紹介している、カイロソフトの大空ヘクタール農場っていうねゲームを紹介していきたいと思います。これね、僕結構やってるんで、もうね、あれなんですよ、27年とかやってるやつがあるんですけど、今日は最初からねやっていこうと思います。はい、まずね、農園の名前を決めます。まあ、とりあえずデフォルトの健やか農園でやっていきたいと思います。さあ、そしてゲームに始まると、このね、越野ひかりさんっていう方がチュートリアルというか、いろんなアドバイスをしてくれる方で、まあ、こういったね、こんにちは、私は農園アドバイザーを務める越野ひかりと申しますみたいな感じでね、どんどんいろんなことをね教えてくれます。まあ、目的としてはこの健やか農園を世界有数のね大農園にするために、この人はね赴任してるんで、まあ私たちと一緒に大農園目指していきましょうっていう感じですね。はい。で、まあゲームで困ったことがあれば、メニューのシステムからね遊び方が見れますっていう。はい。で、まずね、早速畑の方をね作っていきたいと思います。まずはじゃあイチゴを作ってって言われてるんで、イチゴ畑を選んで、はい、自分の好きなところにこう置いていきます。はい。で、そうするとこのスタッフの人ですね、このお姉さんとかこのお兄さんがこれ畑を耕して、どんどん収穫とかをしてくれる。おお、すごいすごいすごい、いっぱい取った。はい、畑で収穫作業が始まりました。でね、この収穫された野菜とか果物っていうのは、まあ、環境によって価格が変わるので、まあ、なんだろうな、近くにスプリンクラーを置いたりとかするとすごく価格が上がったりとかします。で、スタッフの、ね、能力が高くなると、この今11個の人参がなんか22個取れたりとか、こう大量に収穫できるっていうね、ようになっていくので、まあ、スタッフの能力もどんどん上げていきながら、こう畑を耕していくっていう感じですね。この人は今、まあ、トマト4個収穫できます。ほら、耕し始めた。あ、もう疲れちゃった。疲れるの早いな。まだね、スタッフのレベルも低いんでね、すぐ休憩が必要になりますね。ふう。さあ、ちょっとやっぱね、スタッフ2人に対して、まあ、これだけの量のね畑があるとかわいそうなんで、じゃあね、早速なんでスタッフのもう一個家を建てていこうかなと。で、まあね、建てる家は、まあ、畑の近くに建てる方がよりね収穫がすぐできるんでいいですよっていう今のアドバイスですね。まあ、じゃあここに1個建てていきましょう。で、まあ、せっかくなんで作物もね、ここはトマト畑にしようかな。トマトをピッ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 とこう置いていきます。ほい。そうするとここはね、トマトをこう、みんな育て始めたんでしょ、なんていう人、まあね、クリックするとスタッフの能力が見れるっていう。ああ、もう、はい、この人です。で、彼にこうアイテムとかを使っていくと労働がプラス2で上がったりとか、こういう風にね能力をアップして一度に収穫できる量が4個に変わりました。はい。だからね、こうやっておせんべいとかあげると体力がね増えたりします。という風にね、アイテムもこう上げながらスタッフを育てつつ畑をたくさん置いていくと。で、宿舎が出来上がったので新しいスタッフを雇用しましょう。桑野さんかともみさん。ともみさんは体力労働力重視で知識と収穫は低い。で、玄三さんは知識めっちゃありますみたいな。で、体力はちょっと低めです。契約金もちょっと安いです。じゃあともみさんにしようかな。体力と労働力が今は必要だ。はい、今日からお世話になります。美味しい野菜を作れるように頑張ります。頑張ってください。ともみさんどこ行ったの。あ、ともみさんいらっしゃった。もう回覧板だ。回覧板が来たぞ。まあ、春の特大号、皆様はじめまして。この回覧板は、地域の農園情報をお知らせしています。ニョロ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 。その秘訣はズバリ、同じ作物を並べて設置するほど収穫力がアップすると。ニョロ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 。
農園がオープンしたとの情報が入ってまいりました。優秀なアドバイザーが赴任したようで、今後の成長に期待が持てます。ニョロニョロニョロらせしてまいりますとのことです。まあ、こうやってね、情報が回覧板として回ってきたりします。まあ、節目節目にこういう回覧板が来ますね。そしてともみさんが我が家を見つけて一旦休憩、休憩から入ります。はい、あ、本当だ、今週3個だ、人気。じゃあその他になんかね、置いてみようかな。じゃあ例えばこの森林をこのね、このトマトの横に置いてみます。そうするとどうなるかっていうと、はい、これ土がアップ、土がアップっていうのはこの土壌パワーっていうのが今上がったっていう感じですね。まだこういう風にいろんなオブジェクトを畑の周りに置いて、こう畑の力をどんどん上げていくといい作物が育つみたいなイメージですね。で、まあ、こうやって土地を広げてスタッフを雇いながら、こうどん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 農園を大きくしていくっていうのがこのゲームなんですけど、じゃあこれ今1年で、5月3週目なんですけど、じゃあこれが27年経つとどうなるかっていうのをちょっとお見せしたいと思います。よいしょ、農場です。はい、めちゃくちゃ広いです。そしていろんな人がたくさんいます。これ、ね、王様が車乗ったりします。はい、という感じでこうたくさんね、あの農場を大きくしていって、とにかく大農園を作るっていうのが目的のゲームです。もうほんと鳥とかも飼えたりとかね、なんかこういうランドマークタワーとかが、立ったりします。はい。では、以上、おなすチャンネルでございました。よかったら、カイロソフト、農場ヘクタール、大空、なんだっけ、ヘクタール農場だっけ。